こんにちは。いつもシアーズホーム YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ご案内役の粟渡と真田です。本日は延べ床面積約25坪、平屋のお家をご紹介いたします。この動画が良ければ右下のボタンからチャンネル登録をお願いします。それではこのお家のおすすめポイント3つです。インパクト大、緑の屋根とドアが入る外観、多様な使い方も可能、キッチン前の大きなカウンター、家事ストレス軽減、ぐるっと一周水回り動線。それではまず外観からです。温かみのあるベージュの外壁1種類を使用したシンプルな印象になっています。サッシ色はブラウンで柔らかい雰囲気です。しかも屋根はグリーンなんですね。珍しい。玄関も屋根と同じグリーンのものを採用しております。繊細なアッシュ柄とペイント調のオリーブグリーンカラーです。色もデザインも華やかですね。早速中に入っていきますよ。入ると左手には靴箱、右手にはシューズクロークがあります。シューズクロークは扉付きなので、来客があってもドアを閉めれば生活感なくすっきりしますよ。シューズクロークには小さな窓も2つあるから採光もバッチリだ。靴箱には全身鏡もついているので身支度もしっかりできます。靴の収納場所がたくさんですね。これだけあれば玄関散らかりませんね。ではリビングに行きましょう。 LDK 全体で 16.2 畳の広さとなります。リビングは南向きなので大きな掃き出し窓があり、とても明るく感じられます。あ、ニッチもある。ニッチがあることでお部屋のアクセントになりますね。インテリアや写真を飾ったり、好きなようにカスタマイズできますよ。そしてリビングには収納クローゼットもあるので整理整頓もしっかりできます。キッチン前には大きなカウンターがついてる。ポイント2つ目ですね。対面キッチンなのでカウンターがあることによって配膳も楽にできますし、作業することもできるので、いろいろ使い幅が広がります。キッチンはタカラスタンダードオフェリアシリーズ。色味はベージュで統一されていて、お部屋に馴染んでいますね。シルバーの取っ手がスタイリッシュでかっこいい。取っ手も好みの色や形を選べますよ。引き出しの中も充実していますよ。食洗機もありますね。これで家事の負担も軽減できます。背面には勝手口があるのでゴミ出しには困りません。キッチンの前を通っていくと洗面室につながります。洗面室広いですね。この空間はあえて扉をなくしています。扉がいくつもありますが、左側から開けてみます。こちらは7畳の寝室です。少しベージュがかった壁紙とパステルカラーのカーテンで上品さのあるお部屋ですね。わっ、アクセントの壁紙はよく見るとお花柄だったんですね。クローゼットの扉は別々ですが、中でつながっているタイプです。じゃあ次の扉開けていきますよ。洗面室正面の扉はトイレですね。こちらは通常より少し広めのトイレです。ペーパーホルダーも収納も手洗い機も全部一つになったカウンターなんですね。それでは残った一つの扉開けてみましょう。脱衣室とお風呂ですね。脱衣室には収納クローゼットを完備しております。
お風呂は一坪サイズです。浴槽カラーもカウンターも色がベージュだ。色が変わるだけでぐっと上品な印象になりますね。そしてここからがポイント3つ目、ぐるぐる家事動線ですね。脱衣室からは洗面室とキッチンにつながる2つの扉があります。この一工夫が毎日の家事を楽にしてくれるのでストレス軽減です。それでは次のお部屋に行きましょう。何ですか？キッチン横にあるこちらの扉の先は、あ、和室もあったんですね。はい、4.5 畳の和室です。押し入れと仏間のある昔ながらの和室です。天井は和室に合う壁紙で落ち着きますね。襖も控えめな和柄が特徴的。大きめの横スリット窓があるので電気なしでも明るいですね。プリーツスクリーンがついているので最高を自由に調整できますよ。温かみのある色味で雰囲気が一気に変わります。色も生地も多種類なのでお好みのものを探してみてください。あれ、この扉は？なんとこの和室もダブルアクセスなんです。こちらの扉は玄関につながってる。最近和室も2箇所から出入りできるタイプが増えていますね。玄関の左側には6畳の洋室があります。玄関近くにあるお部屋は出入りしやすくていいですね。窓は2方向にあって通気性もいいですよ。もちろんクローゼットも完備しています。今回のルームツアーいかがでしたか？本日は実際に見学会を開催したお家をご紹介させていただきました。今後もオーナー様のこだわりがたくさん詰まったお家をご紹介していきます。それでは次回のルームツアーもまたご覧ください。